ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、野村鼓童作、銭形平次、鳥物控えより、鈴を慕う女、初出オール読み物、1931年、昭和6年11月号より。それでは本文をどうぞ。鈴を慕う女、第一章。ハチ、あれをつけてみな。へ、逃がしちゃならねえ。相手は細かくねえぞ。あの七つそごりの浪人者ですかい。あが、あれはどっかの手習い師匠で仏様のような武家だ。俺の言うのはその先へ行く娘のことだ。へ、あの美しい心臓がくせ者なんですかい。働いたな。静かに物を言え、人が聞いてるぜ。銭形の平次と古文のガラッパチはその頃繁盛をした下屋の徳祖母稲荷に参詣するつもりで、まだ朝のうちの高徳寺前を上野の方へたどっておりました。ガラッパチ、よく見ておくんだよ。心得のために話しておくが。へえ。平次は一段と声を落としました。武家はちょいっと怖い顔をしているが、よくよく見ると顔の造作のひざみが不敬というだけのことで、まことに人相に毒がねえ。牙のある獣に角がなく、角のある獣に牙がねえのと同じ理屈で、あんな怖い顔をした人間は十中八九は心持ちのいいもんだ。ところが本当の悪党とか腹の黒い人間というもんは、思いのほかのっぺりした顔をしているもんだよ。見るがいい。あの武家のたもとの先にはこっからでも見えるくらい朱がついているだろう。あれが手習い師匠の証拠だ。子供の手習いを直すとき、朱すずりにたもとの先が入ったんだろう。へえ。すると、あの美しい娘が悪人って証拠は？あの娘とすれ違ったとき見ると、袖の先に同じように開け物がついているが、それは朱じゃなくって血だ。それにあの娘は高徳寺前でたもとから泥焼きのお狐様を落としたろう。そら足も見ましたよ。あれは徳蔵稲荷の門前で売ってますね。素焼きのお狐に泥絵の具を塗って一つが12文。あれは懐へ忍ばせておくと願い事が叶うとか言って、手慰みをする手合いがよく持っていますが。それだよ。そのお狐を若い女が袖に忍ばしているのもおかしいが、何かの弾みで落っことすと、乾ききった往来の上で尻尾が欠けた。この通り。平次はいつの間に拾ったか、内懐から尻尾の欠けた素焼きの狐を出してみせました。いつの間に拾いなすったんで。早業だね、親分は。バカ、静かに物を言え。往来の人が顔を見るじゃねえか。ところで女が物を落とすと、どんなにせわしい時でも大抵踏みとどまって、一応は拾い上げるもんだ。そうして役にも立たねえこったが、壊れたもんなら元の通り継いでみるとかなんとか、どんなにつまらねえもんでもそれくらいの未練は持っているもんだ。ところがあの娘はどうだ。お狐を落っことして尻尾が欠けると、ちょいっと振り向いたっきり拾い上げようともせずにさっさと行っちまった。なるほど、こいつは怪しいよ。わかったか、ハチ。あの女はバカか豪傑か、出なけりゃ腹の中に容易でねえ屈託があるんだ。それも並大抵のことじゃねえ。女が願い事が叶うというまじないのおこんこん様を捨てていくのは容易じゃねえ。平次の明察はすっかりガラッパチを景気づけました。ねえ親分、この仕事をあっしに任しやくださいませんか。なんだと。八五郎の手柄はじめに根こそぎ洗い出してみせましょう。大丈夫か、ガラッパチ。大丈夫か、心せえな。礼一、あんな吹けば飛ぶような心臓を銭形の平次親分と、その一の子分の八五郎とでつけたとあっちゃ、世間の聞こえもよくね。それもそうだな。万に一つの間違いはあるめえが、あの娘を見失っちゃならねえよ。俺は徳蔵稲荷へ行って、おめえの帰ってくるのを待っているから。ありがてえ。それじゃあ任してくださるんだね、親分。どじを踏むな。相手が綺麗な心臓だと思うと間違いだぞ。で、大丈夫。ガラッパチは
平手を額にかざすと平時に分かれて娘の後を追いました。第二章。平時が徳蔵稲荷へ行ってみると、果たして思いもよらぬ大事件が待ち構えておりました。神様にも流行り廃りで今は跡形もありませんが、その頃大変流行った徳蔵稲荷の門前は、何があったのか朝から黒山の人だかりです。はっと思うと早足になって人混みを分けるともなく顔を出すと、お、銭形の親分、ちょうどいいところで。町の口利きらしいのが顔見知りと見えて、袖を引かぬばかりに案内してくれます。どうなすったんです、これは。大変な間違いがありやしたよ。あれを見てやってください。指さしたのはささやかな玉垣の下。お、これはひでえ。銭形の平次も思わず声を立てました。人の死体や残酷な場面は嫌いだと言っても随分たくさん見てきた平次ですが、まだこんな変わったのは見たこともありません。真新しい紅白の鈴の尾で縛り上げられた中年者の男が、二月三月合口で刺されて見るも無残な死にようをしているのです。銭形の親分、この通りだ。これは道盛の二三郎といって町内の人気者だ。人に恨みを買うたちの人間じゃねえ。金を貯めるような心がけの男でもね。それがこんなむごたらしいありさまになって朝めいりの人に見つかったんだ。なんとか敵を打ってやってください。へえ、てんなこともするやつもあるもんすね。玉垣の前で道盛を殺すなんて、ずいぶん罰の当たった話じゃねえせんか。平次はそう言いながら一通り死体を調べましたが、四十五六の頑丈な男で、女や子供に縛られそうな柄ではありません。朝といっても日中のことではあり、多分当て身か何か食わされて一度目を回したのも鈴の尾で縛り上げられ、後で気がついて口を聞こうとしたので合口で目くらづきにされたものでしょう。もっともまだ人通りも少ない時分で、死体は玉垣の横手の方にあったのですから、夜が明けたといっても一時や半時は知らずに過ごせば過ごせないこともありません。何人目かの朝参りの人が、拝殿に下がっている鈴の尾が引きちぎれているのに気がついて急に騒ぎ出すと、間もなく玉垣の横、ちょっと人目につかないところに道盛の死体が転がっているのが見つけられたのです。役人の見える前に平次はせわしく四方を探しましたが、賽銭箱の上に下がっている大きな鈴と、その鈴についた紅白の鈴の尾がちぎり取られているほかには何の変わったところもありません。賽銭泥というのはいつの世にもあったもので、器用なのは取り持ちで取り、荒っぽいのは箱を打ち壊すのですが、見たところそんな様子は少しもありません。はて、銭形平次ほどのものも思案に余ってもろ腕をこま抜きました。そのうちに徳蔵稲荷の前はやじ馬でいっぱい。仁三郎が殺されたとよ。あんな仏様みてえな人間を殺すやつはどんな野郎だろう。それに玉垣まで血で怪我してよ、バチの当たった畜生じゃねえか。お稲荷様だってたまっちゃいなさるめ。こんな噂を平次はじっと聞いておりました。この事件にはよほど深い奥がありそうです。やがて平次は門前の土産物屋へ行っていろいろ尋ねてみましたが、朝参りの客は土産物などに目をくれないので、つい今しがた表戸を開けたばかり、何にも知らないという心細いありさまです。
18の美しい心臓がこのマジネの狐を買っていかなかったわえ。へえ、そんなこともありましたでしょうが、何分毎日20〜30ずつ売れるお狐様ですから、はっきり覚えちゃありません。場所柄で芸妓衆や水茶屋の姉さん方がよくお買いになりますよ。土産物屋のおかみさんの記憶は甚だ心細いものです。第3章。ちょいとお兄さん。不意に、本当に不意に、娘は立ち止まりました。お屋敷風とも町屋風ともつかぬ十八区の賢そうな売りざね顔、こかおきゃんなところはありますが、育ちはいいらしく、相当に美しくも可愛らしくもあるうちに、なんとなく品があります。不意をくらってガラッパチは往来の真ん中に立ちすくみました。第3章。ちょいとお兄さん。不意に、本当に不意に、娘は立ち止まりました。屋敷風とも町屋風ともつかぬ十八区の賢そうな売りざね顔、どこかおきゃんなところはありますが、育ちはいいらしく、相応に美しくも可愛らしくもあるうちに、なんとなく品があります。不意をくらってガラッパチは往来の真ん中に立ちすくみました。秋が深いにしても、朝の光の中に鬱陶しく放火無理、当山をはしょって左の拳で野像を決めた格好は、どうひいき目に見てもあまり結構な風俗ではありません。私の家はここよ。後をつけてきたならもうお帰り。へえ、なんて間抜けな狼だろう。お、虹のような短歌をポカンとしている向こう舞台に浴びせて、娘は路地の中へさっと消えてしまいました。あまりの鮮やかさに、しばらくは後を追うことも忘れて、娘の言葉をかみしめるようにガラッパチは立ち止まりましたが、あ、いけねえ。路地へ飛び込んだが、もういけません。中は幼鳥たる抜け裏、娘の姿は本当に虹のように蒸発してしまったのでした。畜生め。大きく舌打ちを一つ、せっかく引き受けた大仕事をしくじってしまって、面目次第もなく、朝の元の大通りへバーッと出ると、ちょうど通りかかったのは先ほどの武家、親分の平次が手習い師匠に見立てた50前後の浪人者です。この武家をつけてやれ。心臓の尻を追い回すよりゃ気がとがめねえだけでもいい。勝手な独り言を言いながら、少しやり過ごして九段の七つくだりの洋館色浪人の後からつけ始めました。それから大通りをしばらく行って、路地を二つ三つ曲がると、とある路地の中へ。どっこい、今度は逃さねえぞ。浪人者のかかとを踏むように続いて入ろうとすると、今度もまた見つかってしまいました。これこれ町人。へへ、先ほどから拙者の後をつけているようだが、何か用事でもあるのかな。とんでもない、追いはぎ泥棒なら諦めて帰るがよかろう。この通り無禄の浪人者だ。一文も持ち合わせがない。その上年こそ取っておるが、拙者は腕ができているぜ。カンカラカラと笑い飛ばすと、
刻みの深いものすごい顔の紐が緩んで、群青で描いたような青ひげの跡までが愛嬌になります。え、あっしは悪い人間じゃございません。そうだろう。その方の人相はどう買いかぶっても悪人というそうじゃない。鼻がそっくり返って目尻が下がって歯が少し乱食いだな。そんな刻みの深い顔はすべて善人か愚人にあるものじゃ。え、悪人はもう少しなっぺりして凄みがあるな。ガラッパチもすっかり面食らってしまいました。およぶんもそんなことを申しましたよ。あのお武家はちょっとすげえ顔をしているが、きっと仏様のような方に相違ないって。仏様は少し嫌だな。まあいい。ところで何の用事で拙者の後をつけた？返答によっては許さんぞ。決して旦那の後をつけたわけじゃございません。先刻旦那の前言ったあの綺麗な心臓がどこへ行くかと思って、ちょいとそのバカ野郎。へっ、お前のようなバカがいるから若い娘が一人歩きもできないのだ。今日だけは見逃してやる。さっさと帰れ。へっ。ガラッパチは全く散々な敗北でした。二三丁をすっ飛んで浪人者が路地の中へ消えるのを待って、近所の酒屋で聞いてみると、白川鉄之助という九州あたりの浪人者で、大した金持ちというわけではありませんが、暮らしには困らないらしく、別に仕官の道を求めるでもなく、毎日ぶらりぶらりと遊んでいるということでした。あの浪人者は手習い子を集めて師匠をしているでしょうね。いいえ、そんな話は聞きませんよ。身寄りもしるべもない独り者で、時々ぶらりと外へ出るほかはちんぷんかんぷんの本ばかり読んでますよ。しめた。ガラッパチはそれだけ聞くと、横っ飛びに徳祖母稲荷へ駆けつけました。娘を見失ったのは何と言っても大失策に相違ありませんが、その代わりあの浪人者を手習い師匠と鑑定した親分平次の失策もつかんだのです。これなら五分と五分、いや七分と三分ぐらいかもしれませんが、とにかく親分のお小言も緩和されるだろうと思ったのです。徳祖母稲荷の前へ帰ってくると、黒山の人だかり、あいよあいよ。やじ馬を分けて入ってみると、玉垣の下、紅白の鈴の尾で縛られた胴盛りの死体を前に、銭形平次は腕をこまぬいて考えているところでした。親分、これはどうしたことです？おお、八子、あの娘はどうした？入山でつけていったんですが、恐ろしい八幡の藪知らずの抜け道へ入り込んで、とうとう消えちゃいましたよ。何？見失った？バカ野郎。その代わり親分、あの浪人者は手習い師匠でねえってことまで突き止めてきましたぜ。誰がそんなことを頼んだ、バカ。向こう行っちまえ。へ。ガラッパチはまことにめちゃめちゃです。第4章、徳蔵稲荷の道盛り殺しは、それっきり下手人が分かりませんでした。銭形平次は身一つに受けて、いろいろ探索の手を費やしましたが、何としても分かりません。二三郎は全くの独り者で、金も経類も人に恨みを買う覚えもなく、その上賽銭箱が無事で、取られたものといっては拝殿の鈴だけ。これも二三郎を縛るために鈴の尾を引きちぎったとき、一緒に転げ落ちたのをそのまま誰か拾って猫ばばを決め込んだのかもわかりません。しかしこの時代の迷信深いやじ馬が
お稲荷様の拝殿の鈴を隠すというのも受け取れないことです。さては鈴を盗むためであったか。ふと平次はそんなことを考えました。しかし社の拝殿の鈴などは迷信的な気持ちに逆らってまで盗むほどのものではなく、第一小さい社はすっかり荒れてしまって、最近一手に寄進する金持ちがあって、改造に取りかかる手はずにまでなっていたのですから、古い鈴などはその時は自然新しいのと変えられるでしょうし、手順を踏んで頼めば随分安く手に入らないとは限りません。どう考えても人を殺してまで取るほどのものではなかったのです。それにしてもあの娘を逃したのは何という手抜かりでしょう。子分思いの平次もこの時ばかりはガラッパチに半日もものを言いませんでした。袖の先に血のついた娘、それも間違いなくこの境内から出た女の行方をつまらない手違いから見失ってしまったというのは何としたドジでしょう。最後に残る手段は鈴の行方を調べることです。平次はその日のうちにあらゆる古文を借り集めて、界隈の古道具屋や道見屋を聞かせました。親分の眼鏡は曇らねえ、確かにありますぜ。第一に飛び込んできたのはガラッパチ。何があったんだと平次さすがに腰が上がります。近頃下屋中の古道具屋から鈴を買い集めたものがあるって言いますぜ。本当か八？本当か情けねえ、この足で歩いてこの耳で聞いたんだ、間違いっこはねえ。その上道宮の拝殿の鈴がちょいちょい盗まれる。なんだと？親分、こりゃどっかに鈴を集めて謀反でも企むやつがあるに違いねえ。バカだなおめえは、鈴が鉄砲玉の代わりになるかよ。ところでその鈴を買いに歩くのは男か女か？男も女も武家も町人もあるってことっすよ。いつ頃から始まったことなんだ？なんでも半年ばかり前からぼつぼつあったことだが、激しくなったなこの2、3日だってことですよ。よし、それでわかった。八、へっ、てめえいつでも親分のためなら命を投げ出すと言ったね。平次は少しキッとなります。言いましたとも、はばかりながら小判型の八五郎、金や命に糸目はつけねえ。糸目をつけたくとも金なんか持っちゃいめえ。ズボス、親分の眼鏡は曇らねえな。幸い命だけは一つ持っているだろう。そいつをちょいっと貸してくれ。お安い御用だ。よそ行きのですか、それとも普段使いですか？バカだなおめえは。すべてこういった調子ですが、昔の江戸っ子はこうした稽古のために自分の命ぐらいは何とも思わずにかけました。誰にも言っちゃならねえよ。俺たちの知り合いからできるだけ鈴を集めるんだ。それから熊や参考にそう言って、まだ手の届かねえ抜税から鈴を集めさせ、それを背負っててめえしばらく鈴を打って歩くんだ。そんなことなら何でもありゃしません。やりますとも。血眼で鈴を探しているやつは鈴で釣るより他に手はねえ。わかりましたよ、夜分。鈴でも半鐘でも打って歩きますよ。物事を単純に考えるガラッパチはもうすっかり成功したつもりで飛び出してしまいました。第五章。その明くる日、八五郎はすっかり
鈴屋になりすまして入屋から根岸の方へ流しておりました。万筋のやぼったい合わせに鉄鋼器半をつけ置き手ぬぐいまでした格好は誰に教わったか知りませんが、すっかり行商人の板についております。肩から小鈴の箱を飴屋さんにかけて、両手には大きい鈴を、新しいのと古いのとを取り混ぜて5つ6つずつ下げました。鈴は入りませんか。大きいのは拝殿の鈴から、小さいのはハサミの鈴、腰下げからぽっくりの鈴、新しいのもある、古いのもある、金の鈴、銀の鈴、真鍮の鈴、赤の鈴、あゆいの鈴、手の鈴、釧路の鈴、太刀の鈴、鈴鏡、盾は犬の鈴、鷹の鈴、およそ鈴の名のつくものなら何でもある。鈴はいりませんかな。ガラッパチは時々懐をのぞいて、金で書いてもらった口上書きを弁慶読みにしながら、こういった声を張り上げました。エコの飲み取りさえ触れ歩いた時代ですから、鈴売りなどは決して珍しいものではありません。ちょいと鈴屋さん。八五郎は時々呼び止められて、猫の子の鈴、ハサミの鈴などを売りましたが、徳ぞぼ稲荷で盗まれたような大きな鈴は誰も振り向いてはくれません。あくる日、ガラッパチは根岸の奥へ入り込んでいました。すっかりもう板について、懐をのぞかなくともスラスラと口上も言えるし、元で釜松の鈴も相当売れますから、何だったらこのまま足を洗って鈴売りになるのも悪くないといったようなのんきな気持ちになっておりました。鈴屋でござい。鈴はいりませんかな。手の鈴、あゆいの鈴、釧路の鈴と張り上げていると、ちょいと鈴屋さん。大家の寮の裏手らしい黒板塀のくぐりが開いて、若い女が小手招きをしております。へえ、ご神祖様が鈴をご覧になりたいとおっしゃるよ。ちょいとここから入っておくれ。へえ。誘われるままにひょいっと庭に入ると、後ろのくぐり戸はピシリと閉められましたが、その弾みに振り返ってみると、呼んだ娘というのは三四日前、光徳寺前からつけて入屋で首尾よく巻かれたあの袖の先に血のついた合わせを着ていた娘だったのです。はっ。ガラッパチは思わず声を出しましたが、庭石につまずいたようなふりをしてごまかしました。様子はすっかり変わっているし、手ぬぐいは吉原かぶりにしているし、多分俺とは気がつくめえと言った。相変わらずガラッパチ流の楽天的な心持ちで娘の後について寮の庭を回りました。ご神祖様、鈴屋を呼んでまいりました。障子の中へ声をかける。ご苦労だったね、八重。優しく答えて、秋の朝日の灰夜障子を開けたのは22、23とも見える、少し病身らしいが恐ろしい美人。ガラッパチも吉原かぶりの手ぬぐいを取って思わずひょいっとお辞儀をしてしまいました。眉のあと青々と妙に寂しくほっそりしておりますが、水際だった元禄姿で、敷居の上に桜貝のような素足の爪を並べて立つと、腰から上真珠色の霞がたなびいて、雲の上から微妙な声が聞こえるといった心持ち。ガラッパチはいっぺんに降参してしまいました。下町にはいるそうだが、この辺りへ鈴屋が来るのは珍しいね。どんな品があるかみんな見せておくれ。気に入りさえすればいくつでも買ってあげるから。へえ。唖然としていたガラッパチはようやく
人心地がつくと、そそくさと鈴の箱を開けました。しかしこの時、灯籠の影、木戸の後ろ、縁側の隅などに、幾人かの人間が、絵に狙い寄る猛獣のように、目を輝かしているのに、八五郎を少しも気がつかなかったのです。箱の中の鈴と、手に持った鈴と、洗いざらい縁側に並べると、八五郎を案内した美しい女中は手を挙げて合図しました。それ。四方から飛び出したのは、ことごとく女。女中、駒使い、お針、召し焚き、あらゆる種類を尽くして、八五郎の八方からさっと飛びかかります。お、何をする？と言ったが追いつきません。女と思って甘くあしらっているうちに、風呂敷をかぶせて帯紐で縛ってそのまま、物をも言わず奥へ担ぎ込みます。第六章。ガラッパチは出かけてから、もう三日帰りませんでした。銭形平次、さすがに放ってもおけません。与力の笹野新三郎を訪ねて聞くと、石原の利助は、道盛殺しの下手人として、徳祖母稲荷の隣に住んでいる、ヤクザ者の千吉をあげたという話。これは博打の元手に困って、二三郎の財布を狙ったものと見たわけです。二三郎のへそくり、そんなものがもしあったとしたら、ろくに鍵も錠もない二三郎の部屋へ忍び込んで、なんとかして取るのが本当で、大銭箱の上に登らなければ取れない鈴の尾を引きちぎって、玉垣の下へ死体を放り出しておくというのは、あまりに念入りな頭の悪さです。そんなはずはございません。下手人は思いもよらぬ大物でしょう。平次はそう言って与力の役宅を出ましたが、さて、大きい口を聞いたものの、たぐってゆく手づるが一つもありません。念のために下屋へ引っ返して、徳祖母稲荷の氏子祖母代、泉屋という町内の酒屋の主人に会って聞いてみると、思いもよらぬ新事実が上がりました。それは、徳祖母稲荷の建物はひどく古くなったので、最近、堀留の穀物問屋で、諸藩のお金御用も務め、名字帯刀まで許されている、大川や孫三郎が、全然新しく建てて寄進することになり、材木まで用意して、来春早々工事に取り掛かる運びにまで、なっているというのです。それだけなら何でもありませんが、その上古い道具は、新人のため孫三郎が申し受け、ご本尊を除いた一切の付属品とともに、根岸の寮の広い庭に移して、そのまま祀ろうということに決まっているという話なのです。賽銭箱から鈴の尾まで、新しいのと変えてくださるそうで、氏子一同大喜びでございます。それにつけても、こんなに荒れたままで大川屋さんに差し上げては、いくらなんでもお気の毒だからと申して、玉垣と鳥居を塗ったついでに、連れ格子だけは紅柄で塗っておきました。その矢先、あの騒ぎで、本当に私どもまでどんなに迷惑したかわかりません。親分のお力で一日も早く下手人が捕まるようにと、氏子一同そう申しております。泉屋の主人の話を聞くと、平次の真っ暗な胸にはさっと一同の光明が差しました。ありがとうございました。いろいろわかりました。稲荷様の罰ということもありますから、そのうちには下手人もわかりましょう。おやかましゅう。泉屋を飛び出した平次は、その足ですぐ根岸の大川屋の寮母を目当てに行きました。まさかガラッパチの真似をして鈴屋になって出かけるわけにもいきません。おかっぴきにしては少し手堅い普段着のまま、まず四丁星方もあろうかと思うような
板塀の外をぐるりと一回りしてみました。近所で聞いてみると、大川屋の主人というのは働き盛りの四十男ですが、早く連れ合いを失い、先年吉原で馴染みを重ねた花魁を受け出して、親類の承諾を得て後添いに直しました。これが不思議と心がけのいい女で、美しくも優しくもあったのですが、何分の病心、堀留の本宅に置くわけにもいかず、根岸にこんな立派な寮を建てて、女手に明かして住まわしてあるのだということでした。その女はおよねといって、不思議に鈴の音を愛し、長い間買い集めて、家の中は鈴だらけ。召使いを呼ぶにも、食事を知らせるにも、いちいち鈴を鳴らすのだと聞いて、平次はすっかり有頂天になりました。門を入って耳を澄ますと、なるほど、秋の空気に響いて、どこからともなくゆかしい鈴の音が聞こえてきます。これだこれだ、平次は独り言を言いながら寮の玄関にかかりました。第七章。寮の玄関には大きい鈴がぶら下がっておりました。その頃では珍しい試みで、なるほど鈴屋敷だと思いながら、二つ三つガランガランとやると、玄関の障子が滑らかに開いて、どなた様で、首をかしげたな、忘れもしないガラッパチにつけさした娘、なるほど、桃色の短歌ぐらいは切りそうなおきゃんな娘です。おめえさんはやっぱりここの人か。娘はさっと顔色を変えて、そのまま障子を閉めそぼにするのを、たっこいまった、ほら、おかみの御用を聞いている平次というもんだが、おめえさんには徳蔵稲荷の二三郎殺しの宴がかかっている。変なことをしちゃかえってためにならねえ。黙って主人に取り継いで、どうして鈴を集めたか、記載を話して証を立てなきゃ、どんなことになるかわからねえぜ。平次の態度には、商売柄にも似ぬ、噛んで含めるような物優しさがありました。娘ははっと顔を伏せましたが、思い定めた様子で、しばらくお待ちくださいまし。静かに奥へ消えます。やがて通されたのは、さまで広くはありませんが、妙に小綺麗に片付いた寮の奥座敷。待つ間もなく、お待たせいたしました、銭形の親分さんだそうで、ちょうどいい方にお目にかかりました。私は大川屋の連れ合いで米と申します。敷居際で静かに挨拶したのは、もはや名義といった面影はありませんが、いかにも洗練された美しい女房ぶりです。面倒な駆け引きは抜きにして、早速受けてまいりますが、手前どもの八五郎という男、鈴売りに身をやつして参ったはずでございますが、あれはどうなりました。平次の調子は、平坦なうちにも一歩も呵責せぬ厳しさがありました。はい、あの方は身分をおっしゃいませんので、全く敵の回し者と思い込み、しばらくこの寮へとどまっていただきました。そうでしょう、いや、そう打ち明けておっしゃってくださると、大変あっしもお話を申し上げよくなりやす。ところで、その次に伺えてえのは、徳蔵稲荷の鈴のことですが、あれは一体どうなりました。平次の言葉は、直ちに物語の核心に触れてゆきます。あれは少しも存じません。先ほど
お取り次ぎに出ました召使いの八重と申す娘に、朝夕あの鈴を見張らせながらお参りをさせておきましたが、あの日行ってみると鈴は紅白の尾ごと引きちぎられ、玉垣の下には鈴の尾で縛られた死骸があったと申します。八重は気丈な娘でございますから、もしやと思って死骸の近所を探したそうですが、鈴はやはりなかったそうでございます。その時たもとの先を少し血潮で汚したとか言っておりました。お米の答えは明快を極めました。眉の後の青々とした名簿の女主は、さすが昔の前世を忍ばせて、年にも柄にも似合わぬ頭の良さがあったのです。そうでしょう、あの子に鈴の尾をちぎれるわけもなく、気が強えと言っても二三郎を殺せるはずもありません。最初往来ですれ違った時はたもとの血を見てびっくりしましたが、二三郎の死骸を見て、これは女子供の仕業でねえと分かりやしたよ。陰でだいぶ目肌がついて見えりやした。こういう平地の態度や言葉は、その人柄のように陰銀で、世の常のおかっぴきとはあまりに違っておりました。最初は多少警戒的な気持ちで話していたおよねも、次第に信頼しきる心持ちになって、それからどんなことを申し上げればよろしいでしょう、ついこう言ってみるのでした。たったこれだけのことを打ち明けてください。どうしてこんなにたくさんの鈴を集めなすったか、この鈴は何になさるつもりか、それから八五郎を敵の回し者と間違えたとおっしゃったが、その敵というのは誰か、それだけを聞きゃ足の用事は済みます。はい、決して隠し立てはいたしません。何もかも申し上げます。父が生きていればどんなことがあっても口外のできないことですが、今ではもう昔話になりました。お米は思い入った風情にこう申しました。第八章。お米の父というのは吉村道之丞というキリシタン侍で、島原の残党。一揆がことを起こす前に七人の同志と江戸に先行し、将軍お膝元でことを挙げるつもりでしたが、島原の乱も案外早く平定し、徳川の礎はいよいよ強固で、痩せ浪人の策動ではどうにもならないとわかると、七人の同志と相談して、ちりぢりバラバラになり、吉村道之丞はその中心人物として、長い間一味の連絡に当たっておりました。その後、天草で習ったオランダ風の飾りを応用して、精巧な鈴を作ることを工夫し、吉村道斎と名乗って、江戸中の甲塚の人気を集めましたが、名人技であまりお宝にはならず、年中貧乏を看板に女房一人、娘一人を養って、事足れりとしておりました。女房おあやが死んだ後は、その唯一の形見の金冠差しを鋳込んで、大きい鈴を作り、自分の仕事部屋にかけて、朝夕清聴な音を楽しんでおりましたが、ある夜、賊が入って、吉村道斎を切った上、あらゆる鈴を盗んでいってしまいました。あくる日まで生きていた道斎は、思い適図にも屈せず、仇は河合龍之介、仇は河合龍之介と言い続けて命を落としました。河合龍之介というのは、日頃父道斎と懇意にしていた、これも西国の浪人者で、多分父道斎が島原の残党七人の連絡係を務め、そのところ名前書きを持っているのを知って奪い取ろうとしたのでしょう。島原の残党七人のところ名前が分かれば、
ゆすっても粗にしても相当の金になったのです。一人残された娘のお米は悪者の手にかかって吉原に身を沈め、生来の美しさと賢さで一時は全盛を歌われましたが、縁あって大川や孫三郎に生かされ、今は何不自由なく暮らしているものの、どういうものか体が楽になるとかえって気が弱って、昔父道斎の作った美しい鈴の音が忘れられません。夫孫三郎の許しを受け、金に明かして新古いろいろの鈴を買い集め、その中から道斎名のを探し出して楽しみにしておりました。不思議なことに、母の金冠差しを鋳込んだ父の最後の傑作が見えません。だんだん詮議しているうちに、誰の手を経てどうして売られたか、その鈴だけ徳蔵稲荷の拝殿にあることを見つけ、鈴だけ所望するのも稲荷様を騙すよぼで気がさすので、社を全部寄進する代わり、古い祠を何もかも申し受け、この根岸の寮に移して拝殿にかけた父の最後の傑作、霊楼たる名鈴の音に朝夕親しむつもりだったのです。こんなわけでございます、親分。父親の作った鈴の音を慕う私の心持ちをお察しくださいまし。長物語をしまったお米は、物悲しそうに平次の顔を振り仰ぐばかりでした。第九章。親分、これからどうなるんでしょうね。とガラッパチ。俺にもわからねえ。二日でも女房の島みたいな寮に引き止められていたんだから、てめえも少しは知恵がついたろう。なんとかこの先を考えてみな。ち、がんじがらめにされて何度に放り込まれていたんですって。あんな恐ろしい女房の島ってあるわけのもんじゃねえ。あの太っちょの飯炊きがまた恐ろしい力で。こぼすなよ、八。銭形の平次と八五郎はこんなことを言いながら、根岸の奥の寮を引き上げました。入り合いまで来ると何も考えたか、平次は卒然として往来に立ち止まります。八、てめえあの浪人者は手習い師匠じゃねえと言ったっけな。なんつって。あの騒ぎのあった朝、江徳寺前で会っておめえがつけていった武家だよ。へへ、千両の一室って講釈師は言えんすで。あん時ばかりや親分の眼鏡も曇ったね。つまらねえこと言うな。こずっとあの浪人者が手習い師匠でねえとすると、あの袖の赤えな主情なくて紅柄だ。へえ、徳蔵稲荷の喜連れ越しや紅柄を塗ったばかりだって泉屋の亭主は言ったね。あの拝殿の鈴をむしり取るな、賽銭箱の上に登らなきゃならねえが、足元が悪いから鈴を取るとぐらりと行く。塗りたての喜連れ格子に袖やたもとぐれえは強く触るだろうじゃねえか。なる。それに大川屋のご新祖は父親を殺した河合龍之介というのは、生きていれば50を越したはずで、青ひげの凄まじいちょっと怖え顔をした男だと言った。ええー、さあ来いガラッパチ、てめえにとっちゃ怪我の功名だ。その浪人者のうちへ案内しろ。綾弁、こうおいでなせ。第十章。二人は宙を飛んで白川鉄之助と名乗った浪人者の長屋へ駆けつけました。と格子から覗くと、家の中は鈴だらけ。主人の鉄之助は障子にもろる秋の日の中に、いい心持ちそうに
昼寝坊しております。こんにちは、こんにちは、ごめんください。八五郎が格子を開けると、河合龍之介御用。銭形平次が飛び込むと一緒でした。浪人者はさすがに身だしなみで引きつけてある一刀を引き抜き、何よ。真っ向から向かってくるのを迎えて、ピッピッと平次得意の投げ銭、一個は刀を抜く拳をぶち、一個は眉間をしたたかにぶちました。あっと立ち伸ぶところを折り重なってひしひしと縛り上げます。ラッパチも人柄粗暴に馬鹿力があるので、こんな時は存外役に立つのでした。河合龍之介の首は間もなく鈴ヶ森にさらされました。道宮の鈴を盗み歩いたのは、自分が道斎を殺した時盗んで売った鈴の中に島原の残党の所名前が書いてあることに気がついたためでしたが、チラスでそんなことを申し立てても、もう和役人も相手にしてはくれません。一つには河合龍之介の家から没収した鈴に、そんな所名前などを書いたものは一つもなかったからでもあります。もっとも徳蔵坊稲荷から盗んだ鈴だけは、そっと銭形平次の手からお米の手へ返してやりました。その鈴を二つに割ると、中にはこまごまと何やら書いてありましたが、平次はもとよりそんなものを読もうともしなかったのです。後日そのことについて与力の笹野新三郎に聞かれたとき、平次はケロリとして、今頃島原の残党が二人や三人よぼよぼになって江戸にいることを詮索したところで、何の足しになりましょう。それより大事なことをお耳に入れておきますが、河合龍之介を捕らえた手柄はこの平次ではなくて、ガラッパチの野郎でございますよ。あの男はなかなかバカじゃございません。おついでの時褒めてやってくださいまし。こんなことを言っておりました。野村子供作、銭形平次取り物控えより、鈴を慕う女。ご視聴ありがとうございます。